打ち上げました。サードのバルディレスがファールゾーン掴みました。ワンアウトです。そして次が DH でピッチャーの今村が打席に入ります。これ加藤さん、 DH というのは1打席終了しなければということなんですね。ですよね、はい、だからこのあたりちょっとこう首脳陣のミスですね。ミスですね。ただ今監督の顔を映ったけど苦笑いしてます。そうですね、ちょこっとゲーム前にね話したんですが、はい、あんまり厳しく言わんでくださいよって言ってました、ね、あこのことかね。そうするとどうなんでしょうか。さあ DH ピッチャー今村と、いうのがこの京セラドーム大阪で今実現をしています。当然のようにバントの構えです。バントしました。いいバントになりました。送りバント成功です。これはピッチャーではありますが今村がいい仕事をしました。これで2アウトランナー2塁。キャッチャー石原背番号31。そのシーンです。これあの、ま、今村もそうだと思うんですけど野村監督もちょっとやってくれたな、いい仕事してくれたなとちょっとほっとするかもしれません ね、 ね。さあこれでまたチャンスを作りました広島カープ。初回に続いてこの2回もセカンドにランナーを進めてキャッチャーの石原を迎えます。